はい、皆さんこんにちは。イザノナ TV のマティです。ということで、4時にですね、このダブルドッカンフェスが、急にやってきたということでですね、なんで起きてるんだって話なんですけど、早速ね、弾いていきたいと思います。で、僕はね、先にこのスーパーサイジン4ベジータの方から、弾いていきたいと思います。というのもやっぱりスペック的にスーパーサイジン4ベジータの方が、アタックとディフェンスがね、両方上がるということで、汎用性が非常に高いっていうんですね。即属性パーティー。で、しかもなおかつこのピックアップキャラクターですね、こっちの方が持ってないキャラが多いというか、悟空の方はね、なんか全員持ってるんだよね、悟空。なので、こちらを弾いていきたいと思います。まずはね、無料分の40連まで、ちょっと弾いていきたいと思います。はい、ということで初回の40連が終わりました。あっという間でしたね。で、最初の20連は爆死でしたけれども、あとの20連の方で、ゴールデンフリーザと、
ロゼ、ね、初回ゲットということで、よかったなと。まあね、ベジータ出なかったんで、まあ今後もね、追っかけていこうかなというふうに思いますので、とりあえず今日の動画は、ここまでということにさせていただきます。チャンネル登録ね、お済みじゃない方、ぜひよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。